だるまみたいなね衣装もだるま？そんな衣装なかったでしょうよこれを自分が着る日が来るんだって着て出た瞬間に作った人たちがおーってやっぱりこの衣装ってすごいんだなっていう。特にご自身のお召しになってこの衣装一番サティンらしいな好きだなって思ったものをちょっとのぞみさんに思い出していただく間に平原さんからお願いできますでしょうか。じゃあお二人よろしければあのシーンっていうところも含めてお話しいただければと思います。じゃあ思い出してる間私からそうですね、私にとってはやっぱりこう身にまとうその布の面積がとても少なかったというのはこう私の歌手人生20年の中でも一番少なかったんですね。だからやっぱり親戚でしたりもちろん家族でしたり友達でしたり大丈夫なのかと本当にいいのかとそんな声があったんですか。ちょっとありました。大丈夫ってだってずっとだるまみたいなね衣装もだるまあ、だるまっていうんです。なんていうの水着みたいなやつを。そう縁起物のだるまそんな人なかったでしょうよ。違うあれって何用語なんだろう。あれがだるまだって言おうと思ったんですけどいくら赤いからってな、はい、すごいな、ねうん、そういう露出度が高いそうなの。だってずっと下着じゃないまあ言うところのだるまじゃない言うところのね、まあ、近いようなねでしょう。でも不思議となんか慣れてたのはこれ初演でも言ってたんですけど私ずっとクラシックバレエを習っててレオタードを着慣れてるので意外になんかこうスコスコしなかったのはすごくちょっとね分からない文字にして伝わるかはちょっと不安ですけどスコスコしなかったなんかこうスコスコするなスカスカみたいなことですか。スカスカに近いですか。スースーする違うか久しぶりにスカート履いてスコスコするなみたいな。初めて。まあとにかく私の中で蝶々のシーンも好きですね。あれ曲緑のシャンデリアの時あれもなんかすごく私にとってはあのイメージってメデューサのイメージなんですね。その妖艶っていうよりもクリスチャンをこうもう捉えて食べちゃうぐらいの強さを持っただからこう目にこうなんか何も宿ってないというか怖いサティーンをイメージしてるんですけどそうだからあのシーンっていうのはこうなんだろうクリスチャンの妄想なので、うん、すごく何でもこう演じられたのですごく楽しかったですし蝶々になれるなんてなかなかないから嬉しかったですいいですね最後幼稚園生みたいなね可愛い感想でありがとうございます私はダイヤモンド最初のシーン の衣装が初めてこうフィッティングであれを着た時にやっぱりこう見に行った時も思ったんですけどこれを自分が着る日が来るんだって思って見てた最初の衣装を初めて自分が着た時の感動がすごく大きかったですし着て出た瞬間に作った人たちがおーって、まあ、自分たちが作ったものがねすごくいいものができたみたいな感動もあると思うんですけどなんかみんながうわーって言ってくれた時のやっぱりこの衣装ってすごいんだなっていうなんかそういう感動がありましたしやっぱなんかサティーンといえばみたいな衣装だと思うので、まあ、途中でこう、ね、脱いだり最初こう羽みたいなのついてたりとか帽子かぶってたりとかするけど、うん、そこからまた脱ぐんですけどでもなんかそのやっぱダイヤモンドの象徴っていうか、うん、それが一番好きな衣装かなって思いますし、まあ、シーンとしてもやっぱりなんかこうサティーンの登場として20分後ぐらいだもんね、うん、始まってから出るのがそうそうそうだからなんかこうやっと私もあの舞台に出れるっていうかこうみんなが温めてもう皆さんが盛り上がってる中でやっと登場できるっていう喜びがあってすごく好きな衣装と好きなナンバーですね。